TBS では、4月スタートの火曜ドラマ枠、毎週火曜夜10時、で、王様に捧げぐ薬指、を放送する。原作は渡辺志保による同名漫画で、プチコミック、小学館、にて2014年から2017年に連載されていた人気作品だ。大好きな家族を守るべく結婚を選んだ、ド貧乏シンデレラ、の主人公、羽田彩香を演じるのは橋本環奈。そして、業績不振の結婚式場を立て直すため、好きでもない女との結婚を選んだ山田涼介演じる、ツンデレ御曹司、こと新田東郷が繰り広げる胸キュンラブコメディー。愛がないのに結婚を決めた男女の、超打算的なシンデレラストーリーが幕を開ける。この度、橋本演じる彩香と山田演じる東郷が新婚カップルへ祝辞メッセージを送る企画、出張ラブランシュが決定した、ド貧乏シンデレラの主人公、彩香、ツンデレ御曹司、東郷のメリット婚を書く本作。そんな、夫婦、役を演じる二人から、春に結婚式や結婚パーティーを予定しているカップルを日本全国から募集し、世界にたった一つの祝辞ムービーをプレゼントするという、かつてないスペシャル企画となっている。バル、さらにドラマ本編とも連動予定となっており、彩香と東郷が働く結婚式場、ラブランシュが、出張、という形で日本全国に幸せを届ける。メリットだけで結婚を選んだ彩香と東郷、ド貧乏シンデレラ&絶対的王様の打算だらけの結婚生活がスタートする。橋本と山田が繰り広げるコミカルな夫婦バトル、そして超ピュアな胸キュンシーンにも期待したい。4月スタートの火曜ドラマ、王様に捧げぐ薬指、お楽しみに。